らあら。力みすぎだぜ。よし。やるじゃねえか。8番をコーナーへ。やった。くそ。行くぜ。よし。負けてられねえな。どうした？かっこ悪い。よし。やるじゃねえか。やった。負けてられねえな。もう力みすぎだぜ。よし。よし。
いい調子だ。くそ。あらあら。よーし。やるじゃねえか。どうした？ふん。八番をコーナーに。かっこ悪い。やった。負けてられねえな。よし。やるじゃねえか。よし。負けてられねえな。8番をサイドへ。力みすぎだぜ。8番をサイドに。悪いな。手加減しないぜ。行くぜ。くそ。あらあら。どうした？よし。よし。
らあら。よし。やるじゃねえか。よし。負けてられねえな。やった。やるじゃねえか。力みすぎだぜ。ふん。いい調子だ。よし。よし。負けてられねえな。どうした？かっこ悪い。よし。やるじゃねえか。力みすぎだぜ。よし。かっこ悪い。よし。負けてられねえな。やった。やるじゃねえか。8番をコーナーへ。よし。
何？いや。いらっしゃいませ。ゆいです。よろしくね。桐生一馬だ。あは。ああ。何頼みます？頼む。はーい。キリュウさん、今日はお仕事だったの？いや。そうなんだ。お仕事を辞めちゃったの？いや。あ、なんかごめん。まあでもそれなりに貯金があればさ、別に無理して働かなくてもいいと思うのよね。働かない方が絶対楽しいもん。そうだな。でもそれじゃ
キリュウさんとなら安心してお酒飲めるかも。ん？だって働いてなかったら高いお酒じゃんじゃん入れたりしないでしょ。お金のこと気にせずにまったり楽しめそう。それはそうだけど、その分面倒なことも多いのよね。何？つまり高いお酒を頼む人はその分見返りも要求してくるというか、アフターくらいならまだしも、その先とか。なるほど。そういうことあっても笑顔でさらっと交わして、もっと高いお酒注文させる子とかいるけど、よく心が痛まないなって思うの。でもその気にさせておいて後で断ると面倒なことになっちゃいそうじゃない？だから私は初めからいくら貢いでもお客さんには絶対惚れませんっていうことにしてるの。でしょ？まあそういう風に営業仕掛けてるキャバ嬢の方も悪いんだけどね。私はそういうことしてまで自分の順位上げたいとは思わないのよね。それじゃあ。どうぞどうぞ。やっぱり楽しくお酒が飲めるのが一番よね。最近ね、何か習い事始めようかなって思ってるの。他の子を見てて思ったんだけど、やっぱり昼の仕事を持ってる子の方がお客さんとの会話が弾む気がするの。その点、私はお水の経験しかないから、お客さんに聞いた知識くらいしかなくて、そんなに話広がらないんだよね。そうなのよ。それで習い事なら自分のペースで進められるし、途中でやめても誰にも迷惑かからないかなって。なるほど。それが悩んでるんだよね。いざ調べてみるとたくさんあって、何かおすすめあったら教えて。定番だね。私もそれ考えた。でもさ、キャバでお客さんと話をするのに料理の話で盛り上がるかな。そうなんだ。じゃあ前向きに考えとこ。教えてくれてありがとうね、キリュウさん。妹がね、整形するって言い出してさ、それでちょっと困ったことになっちゃって。おいおい、やだ。キリュウさん、なんか勘違いしてない？整形って言ってもプチ整形よ。まぶたを一重から二重にするとか、そんな程度。え？もっとすごい子になるとほっぺたとか顎を削ったりするみたいだけど、さすがにそこまではしないから。あ、そうそう。それでね、そのことを知った親が激怒しちゃって、整形なんて絶対ダメって。あんたからもやめるように言いなさいっ
で私まで巻き込まれちゃって。さすが桐生さん、話がわかる。なんか整形って言葉に過敏すぎる気がするのよね。別に少しくらいしてたっていいじゃないね。えそうだな。ああ、私もタトゥーはさすがにダメっていうかも。確か温泉やプールにも行けなくなるっていうし。え、なんか言った？いや。いや。ありがとうございます。桐生さん。